ゆっくり、という、チャンネル。こんにちは、今回は 2.6 が延期というか、2.7 アップデートが延期されそうなのでされた場合は、どのガチャが来るのかっていう予想の動画になります。で、延期されそうな根拠というか理由なんですが、上海ロックダウンと綾香ガチャの終了日と立ち本イベントの終了日が、ずれているからですね。そうなると気候もガチャもない期間ができるんですが。気候はともかく、さすがにガチャもないと虚無なので何かしら復刻するのではという予想。で、復刻しそうなガチャは 1.3 のガチャから何かが来るのではって思いました。その理由ですが、唯一 1.3 のガチャ、小、風太を、国政のガチャは2週間ずつしかありませんでした。国政というか、工場星5のピックアップですかね。で、当時時代は怪盗祭なんですが、風太は正月には縁起が悪いということで実装まで、ガチャが公開されませんでした。とはいえ、当時 1.3 では不自然に風太の名刺だけ登場してたので、ある意味サプライズ登場だったのでしょうか。まあ、海外運営が WHOTAO? みたいなのしてた主におわせだったのかな？あんまり知らんけど。はい、何派ともあれ 1.3 でのガチャは通常3週間あるガチャが当時2週間しかなく、通常よりも1週間短かった。ということで、ガチャ期間の帳尻合わせも含めて、この中の誰かが 2.6 の追加復刻？追加ピックアップになるんでは？っていう予想です。1週間ずつ復刻とかになりそうって個人的な予想ですがどうなるんでしょうね。さすがに、近くなると運営から何か告知されそうだけど、今回に限らずギリギリに告知されがちなのでどうなるのか。後で配信の告知も通例だと今週な気がしますけど、どうなるのか、皆さんはどう思いますか？よかったら教えてね。